理企画研究所の竹村俊彦です。総合理工学部での教育も担当しています。私は社会的に広く関心が持たれています代表的な環境問題であります気候変動、それから大気汚染、この両方に関わる研究をしています。その中でも特に PM2.5 や黄砂をはじめとする大気中に浮かんでいる非常に小さな微粒子、これをエアロゾルと言いますけれども、そのエアロゾル、それから雲による気候変動に着目しています。それを解明するために、自らコンピューターソフトウェアを開発して、スーパーコンピューターを使って計算をしています。大気中の微粒子は大気汚染の原因となるだけではなくて、太陽の光を反射したり雲の性質を変えてしまったりして気候変動を引き起こします。その仕組みはただ非常に複雑ですので、さらに研究することが必要です。また開発したソフトウェアは PM2.5 の日々の予測をするためにも使っていまして、その予測結果はテレビや新聞などを通じて日常生活のための情報として広く利用されています。他の人が作ったものをただ単に使ったり動かしたりするだけではあまり面白くないと考えています。ですから装置でもソフトウェアでも手法でも、自分で開発してそれをいいものに改良していくことが新しいものを生み出す原動力になると考えています。そして自分で開発したものが認められれば、国際的な共同研究にもつながって、さらに研究の幅が広がっていくと考えています。私の場合は国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC の仕事にも関わることができました。環境問題を考えるためにはバランスの取れた知識が必要です。ですから得意分野に軸足を置きつつも、広い視野を持って勉強や研究に取り組んでいってください。